チャルル・レアンドルによるバレス、コッペ、ルメートルのフランス祖国同盟三拠統の風刺が、フランス祖国同盟とは、ドレフュス事件に対して、反ドレフュス派の知識人が1898年12月31日に結成した、フランスの政治団体。1887年から1889年にかけて、反議会主義的、反共和主義的政治運動のブーランジスムが、 展開した。1894年のドレフィス事件、そして1898年1月には、サッカーエミール・ゾラが、私は断崖するを発表して、ドレフィスを擁護し、またドレフィス派により人間及び市民の人権連盟が結成され、ドレフィスの再審を求める声が高まった。こうした動向に対して、ハンドレフィス派若鉄教師のガブリエル・シブトン、ルイ・ドーセ、アンリ・ボージョワは、 すべての知識人がドレフィウス派、左派の立場に立つわけではないこと、ドレフィウスや、政教分離の共和国を擁護する立場と同様に、祖国を擁護する立場にも、格好たる根拠があることを示すために、非左派知識人組織の立ち上げを計画した。1898年10月25日、パリの会合を皮切りに、リールに支部が作られた。彼らはドレフィウスを擁護するゾラや、 彼らの多くが国際主義、平和主義の左派の陰謀と呼ぶものを攻撃するために、請願書を作成し、署名を求めた。1898年11月、パリの学校で署名された、請願書を政治家、知識人、芸術カラーに配布した。シャルル・モーラスは、作家のモーリス・バレスの指示を取り付けたほか、この運動は、地理学者、マルセル・ディボワ、 アカデミーフランセーズ会員詩人、フランソワ・コペ、フランス学士院アカデミー、フランセーズ会員の批評家、ジュール・ルメートルの重要な3人の協力を得た。ルメートルが組織を運営する一方で、バレスは運動に思想的基盤を提供した。シャルル・ダニエルは、ゾラとコペの最後の会合に参加していた。ゾラはドレフュスが無罪であるとする、私は断崖するを発表しないように、 コペから嘆願されていたが、ゾラは発表を決意した。ダニエルはコペを支持し、1898年12月の祖国同盟の結成に尽力した。1898年12月31日に祖国同盟の結成が最終的に決定され、1899年1月4日の結成時にはジュールルメートルが代表に任命された。 ルメートルは1月19日、組織会合を開いた。バレスは、祖国同盟の知的指導者であった。同じ1898年には、ドリュモンの全国反ユダヤ青年会も誕生している。詩人、アカデミー、フランセーズ会員のフランソワ・コペ会長批評家。作家、アカデミー。 フランセーズ会員のジュールルメートル議長ハンドレフィス派の知識人が結集したフランス諸国同盟はアカデミーフランセーズ軍部、教会、貴族層、富裕層と協調体制を取りジョルジュ・クレマン層による知識人生命事務のジャンビジュガンはシブトン議員にファイルを4万フランで売却し、シブトン議員はアンドレ大臣を国会で追求して名声を得た。しかしシブトンは休止したため、 フリーメイソンの陰謀によると支持者は考えた。このファイル事件はエミールコンブ首相辞任をもたらした。ルメートルが祖国同盟を離れてからはルイドーセが代表に就任したが、1905年に辞任した初期加盟者。ありがとうございます。